史上初の空母戦となった珊瑚海海戦で日本軍のポートモレスビー攻略作戦は中止に追い込まれた。アメリカ軍はこの戦いで空母レクシントンを喪失、ヨークタウンも損害を受け、修理のため真珠湾へ撤退した。日本軍は将法を失い、将閣が大破。戦いは痛み分けとなったが、日本軍は初めて戦略目標の達成に失敗。それは後の苦境を暗示していた。これに続く日本軍の計画では、アリューシャン列島、そして太平洋に浮かぶ小さな孤島、ミッドウェー島のアメリカ軍基地が標的となった。ミッドウェー島の基地はアジアでの戦闘行為を受けて増強されており、3本の滑走路と多数の航空機を備えていた。空母飛龍、加賀、蒼龍、赤城、そして70隻以上の艦艇からなる日本軍大艦隊がミッドウェーに向けて送り出された。日本軍攻撃部隊は複数の小規模な艦隊に分かれており、これが彼らの連携能力を欠く要因となっていた。一方、アメリカ軍の暗号解読班は日本の暗号伝文を解読し続けており、早い段階で日本軍の次の目標がミッドウェーであることをつかんだ。アメリカ海軍は日本軍の攻撃を迎え撃つためには手持ちの全ての空母が必要であると認識していた。空母ヨークタウンは珊瑚海海戦で大破しており、日本軍はこれを撃沈と誤認していた。ヨークタウンの修理には数ヶ月かかると予測されていたが、不眠不休の努力の結果、72時間という記録的なスピードで戦線に復帰。空母エンタープライズ、ホーネット、ヨークタウンからなる大型艦隊がミッドウェーに急行した。1942年6月4日、日本軍はミッドウェー島の攻略作戦を開始。作戦の成否は奇襲攻撃にかかっていた。だが太平洋艦隊司令長官チェスター・ダブル・ニミッツ大将はその数ヶ月前からミッドウェー防衛の準備を進めていた。それは収集された情報に基づく決定だった。日本軍が西から接近するのに対し、アメリカ軍の2個艦隊は合流地点ポイントラックに向かった。6月4日、ミッドウェーのレーダーが飛来する敵部隊を捉える数分前、 PBY 飛行艇のパイロットアディ大尉が日本軍艦隊を発見し、こう報告した。空母2隻および戦艦、方位320度、距離180、進路135、速度25ノット。この報告を受け取った直後、アメリカ軍は攻撃位置に移動し始めた。日本軍は数でアメリカ軍に勝っている。そこでフレッチャーとスプルーアンスの両司令官は素早く総力戦を仕掛けることが不可欠であると合意した。多大な損害を被ったものの、朝方の攻撃は成功し、日本軍空母3隻を破壊。だが日本軍には空母飛龍が残されており、その飛行甲板から攻撃隊が発進、反撃が開始された。日本軍の2回にわたる反撃は同じ空母に集中。ヨークタウンは行動不能となったが、第16任務部隊の空母2隻は無傷だった。ヨークタウン攻撃の第2波が飛龍へと引き返す中、エンタープライズとホーネットは日本軍空母にとどめを刺すべく準備を進めていた。エンタープライズの艦載機で敵を攻撃可能な機体はたった24機のみ。